融合的ですよね。もう出てきたらアタック、はい、このマッチアップですね。ジョーンズ選手とエヴァンス選手、名誉の高い壁に阻まれたその名誉のところですが、ファウルない。あ、ここ名誉入る、持っていった。今名古屋は寄せ切れませんでしたかね、名誉に対して。もう一つきますか。おー、連続できた。さあ今度はジョーンズ、石川3、石川も3がある。こういうところをしっかりと決めてくる石川海斗、サバダイバンス残り3。あー、そんな中やジョーンズがスティール、そのままダンショー。消えてきているというか、また4クォーターもかなり準備といいますかプレーできそうだなという感じにはなってきましたね。そうですね、やっぱジョーンズ選手の今のスティールだったり、はい、さあ早いバスケットに持っていく、飛び込んだ、名誉、ここは行かせない守り。7番フェイドウェイ決めた。奥には名誉が待っている。自由しかし入っていく、通してブロックスクリア、来た。いや、ここはしかしついています。ジョーンズ7番、ここから運んで押し込んだ、ブロックスクリア。名古屋としてはシュートの回数を多くしたい。そしてここでターンオーバーが誰に任せる。エヴァンスが決めた。してないの分かっててファウルしましたからね、はい、中村博文、広島に流れを引き寄せた活躍者の一人となりました。1